あなたはこの幅 1.4 メートル、全線手掘りのトンネルが1998年まで関東と新潟を結ぶ幹線国道だったと聞いて信じられるだろうか。しかもこのトンネル、最後まで車が走る立派な車道として使われていた。戦前から戦後にかけて地元の農家が鶴橋一本で掘った日本で一番長い手掘りトンネル。見ての通り中は霧が立ち込め薄暗く、幅は広くても2メートルしかない。このトンネルができるまでこの地域は車の往来ができず、毎年大変な思いをしていた。そこで今から90年前の昭和7年、村の有志が仕事の合間に約1キロのトンネルを自分たちの力だけで掘ったのが、新潟県旧山古志村にある中山隧道だ。最終的に国道に認定してもらって、立派な道路を代わりに作ってもらい、役目を終えた中山隧道。今もその一部は記念施設として残っている。